はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト1、2、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ロンダルキアの洞窟に行きまして、命の紋章をね、手に入れたり、あとはまあいろいろね、アイテムを回収しまして、でその後、一旦洞窟を出てね、精霊の祠に行きまして、そこでルビスの守りをね、手に入れまして、で、またこのベラヌールでね、セーブをしたところで、まあ、前回はね、終了したんですけれども、まあ、今回こそね、ロンダルキアの洞窟を抜けたいと思ってるんですけれども、じゃあまずはこの洞窟の手前まで行きましょう。ここもまあトラマナを唱えた方がいいのかな。で、まあ洞窟までの短い距離なんですけれども、まあ一応トヘロスで敵を消していきましょうか。まあ前回もね、途中まで行きましたけれども、まあもう一回入り口からですね、こっち側ですよね。そして戦闘。スカルナイト。まあ、イオナズン、ガンガン使っていきましょうか。まあ、前回ね、不思議な帽子を手に入れたんで、まあ、かなりね、MP の消費は抑えられてると思うんですけれども。ここは一旦左に行って、3本目の通路をね、まあ、下に行くっていうのが、まあ私の生き方なんですけれども。まあ要は無限ループですよね。ふう。ん？戦闘が多いですね。うわ、いっぱいいますね。これでまあ一掃できるでしょう。大丈夫かな？よし。1、2で、3本目をしたと。まあここも前回通りましたよね。まあ多分ここには落とし穴はないと思うんですけれども、今度はオークキングとバサーカー。まあこんな感じかな。トンヌラで行けます？よし。ん？また戦闘。あ、これは普通に戦いましょう。トンヌラで一撃では無理か。よし。あとは階段までまっすぐかな。ここは一旦下に下がる。ここが落とし穴か。なるほど。ここはどこでしょうか。あれ、ここはどこだ。お、宝箱。そっか、ここは稲妻の剣を取ったところですよね。そしたら、穴開いてますね。まあ、スーファミ版はね、一回落ちた落とし穴は、まあ、ずっと表示しっぱなしっていうのがね、まあ、便利といえば便利なんですけれども。またこっからですね。左に行って3本目。ベビルとスカルナイトか。これで倒してくれるでしょう。
1本目、2本目、3本目。あ、違う、こっちじゃない。結構戻されますよね。お、ハブレメタル。いけるかな？会心。出ない。ギラ。まあいいでしょう。頑張れ。惜しい。これでいけるかな？よし。倒せましたね。復活の玉とか、落としません？さすがに落とさないか。撮影中にね、復活の玉とか手に入れたら相当ね、ラッキーなんですけどね。ちょっとヨナズンの効きが悪いぞ。よし、効きが悪いというかちょっと威力が低めでしたね。まあ、稲妻の剣を取るまではね、大体覚えてるんですけど、さっきのところのあの、下にある階段にね、行く道がなかなかね、覚えられないんですよね。ふぅ。ここか。こんな感じかな。で、下から回る感じ。よし。で、この無限ループか。ここは最初上？違いますね。こっちに行って、ドラゴン。ヨナズンで倒せます？よし。これでぐるっと回る感じですよね。で、あとは上の壁に張り付いていけば確かいけたと思うんですよね。あれ？間違えましたね。いやー、ここは覚えられないですね。キラーマシンには呪文が効かないっていうのはね、まあ、しょうがないとして、よし。また戦闘。お、これはどうしよう。あ、攻撃を与える隙もあんもなくどっか行っちゃいましたね。ぐるっと回って、あら、ドラゴン2体。イカづちでいけるかな。あ、かわされましたね。素直にヨナズン使えばよかったですね。まあしょうがない。お、明治バピラスだ。まあ一応最後に倒しましょう。もう一個ね、あの不思議な帽子を手に入れたいんですよね。倒せます？よし。宝箱。落としませんね。こっちか。な。で、こうですね。まあ、多分あとは大丈夫でしょう。こんな感じかな。まあ、とりあえずバーサーカーはいけるとして、ドンヌラの一撃では微妙に倒せませんね。宝箱も出ない。ここの分岐は左かな。
また同じ組み合わせですね。明治バピラスはまあ最後に倒すんですけれど、たまになんかあの火の糸とかね入ってくるんでね、まあ、それが厄介といえば厄介ですけれども、宝箱はなしか。こっちかな。これで多分抜けられるでしょう。階段ありましたね。ここには多分落とし穴はないはず。わ。ヨナズン。ドラゴンいけるかな。ちょっと無理か。お、ジャーマシン一撃ですね。よしよし。いやー、抜けましたね。まあ、ちょっと一回ね、ミスちゃいましたけれども。まあ、一応ロンダルキアまで、たどり着きましたね。まあ、最初ファミコン版でやった時はね、まあ、真っ白で、綺麗だなーって思いましたね。わっ。いきなり敵が強いですね。ちょっとザラキを撃たれる前に、ブリザードを何とかしたいです。あ、倒してない。よしじゃないですね。ふう。あ、レベルアップか。一瞬、なんか、アイテムを落としたのかなと思ったんですが。あ、アバカム覚えましたね。これで、呪文全部覚えましたね。うん、アバカムまで覚えましたね。まあ、もともと3からのね、逆輸入ですけれども。ファミコン版はアバカムなんかなかったですからね。まあ、多分、牢屋の鍵が探せない人用の救済措置だと思うんですけどね。わ、よらず。これ、ザラキ、大丈夫？危ない。ヨナズンもう一回撃たれたらちょっと危ない。まあ大丈夫か。ベホマ、まあもうちょいなんですけどね。まあ何があるか分かりませんので、一応全開しておきましょう。うん、あとはマイコ。あ、でもエンカウントなしでいけましたね。これは下の世界に戻る旅の扉。戻りたいならお入りください。いやー、ちょっと先にセーブさせてください。よくぞ来た権現よ。わしはそなたたちが来るのを待っておった。おう神よ、伝説の勇者ロトの子孫たちに栄光あれ。これで全開ですよね。では今回は、このロンダルキアの祠で、セーブをしてね、終了したいと思います。1番。はい。まあ、ということでね、今回はこの辺で、終了したいと思います。はい。ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。